じゃあ最後はちょっとこう変則的なちょっとバックからやるレグループやりますね。まあこれは腕が長い人向けですね。で、まあバックからの締めは基本こうタスケ君からこう上の手でほとんどの技を締めますね。でもこのズレ軍はこの下の手、脇から通した手で決めてやります。で、この右手を締めるんで、この右手をこう、まあこう、一回4本でクラッチ作って、深く入れてやります。この相手の首に、手首が当たるぐらい。そしたら、ここで、この下の手、右手で、自分の、こう、袖口に4本指引っ掛けます。こういう状態。まあ、袖グルの形ですね。そしたら、そのまま左手をこう回していって、こうですね。相手の後頭部にチョップします。しっかり小指側は出るようです。こういう形です。通常と逆ですね。相手を下の手で締めています。で、このまま袖車は、このまま両腕を伸ばして相手の頭を自分から遠ざけて一回にすると、ここで締まります。こういうので、まあこの下の手が締め手なので、これをこう、グッとこう。しっかり上の方にずらします。ずらしたらここで4本指しっかり引っ掛けて、でこう回していって、で近いと相手締まんないんで、こう、まあ、とにかく遠ざけば手首を返して腕を伸ばしてここで締まります。ちょっと変則的な締め技です。はい。